国民の生活が第一なんて政治はですね、私は間違ってると思います。ピコちゃんが一番大切にしているものは何？金銀財宝。ここからは休み方革命の時間ね。小畑幸三郎の負担を軽減するために顔を出さないようにしております。ねえ中村、消費税って何のためにあるか知ってる？あ、年金のため。いいんじゃないの。はい、じゃあそういうことで。違うんですか。はい、終了。いいわよ、帰って。あ、なんすかそれ。いいんじゃない。そうやって社会の不公平にずっと気づかずぼーっと生きてればいいんじゃない。消費税が始まったのは1989年。その時私たちは福祉のため、高齢化社会のためと説明されました。しかし1989年、消費税が始まった 3% の時から2016年までの間の累計です。ちょうどこの間のところがゼロだと思ってください。上に行けば行くほど増えます。何が？消費税が。で、下に行けば行くほど減ります。何が？法人税がということです。消費税収は累計263兆円、一方で法人税収は累計 192.5 兆円減少。つまり消費税収の実に約 73% が法人税収の減少分に割り当てられていた。消費税何のために必要だって言われてましたっけ。社会保障のために必要だと言われていた。こんなポスター貼られていたことをご記憶にある方多いと思うんですね。消費増税の引き上げ分全額社会保障の充実と安定化に使われますって言われていました。内閣官房というところが出してきた資料です。 3% 分増税した分の全額、それを何に使ったかってことに書かれてます。 3% 増税で財源はいくらか。8兆円ぐらい。8兆円のうち社会保障の充実に使われたのは赤い部分のみ。おかしくないですか。8兆円あるんですよ。充実に使われたのは 16% のみ。 16%。 じゃあ残りは何に使ったんですか。内閣官房に連絡をしましたと。出しませんって言ってきたんです。おかしくないですか。どうして出さないんですか。いや、説明責任ありますよね。絶対に出してもらうっていうやり取りを続けましたが、うちはそういうのやってないんですみたいな、頑固親父の店みたいな対応です。消費税上がっていくたびに法人税減税されて、所得税も減税されていくってことで、結局金持ちに対して優遇しまくって収入が減った分をみんなの消費税で支えてるんだって話です。金持ちがもっと金持ちになるためだったら、私は消費税を進んで払いたいって方いらっしゃいます。大企業がより儲けてもらうためには法人税をどんどん下げていった方がいいだろうと。そのためにこの国で失われる収入は私が消費税で補填いたしますって方、こんなんいらっしゃいます。いらっしゃったらぜひ寄付いただきたいんです、私に。でも一人もいない。そりゃそうですよね。冗談じゃない。どうして金持ちがもっと金持ちになるために私たちが消費税で払わなきゃいけないんだって話ですよ。どうして大企業が今よりももっと儲けるために私たちがそれは消費税で払わなきゃいけないんだって、こんなふざけた話ありませんよって。はい、法人税の累進課税制度、ちょっと前までアメリカ累進制でしたね。法人税はトランプさんが税制改革して変わりましたけど、で、日本はどうですかって言ったら累進制にはなってない、単一の税率を採用してますと。 23.4 だよっていう話ですね。で、これを大企業のみ決められた税率からさらに大減税する、要は単一の税率からさらに大企業だけ得ができるっていうようなメニューが80を超える。どういうものがありますか。租税特別措置法に関連するようなもので80以上のメニューが用意されてるんだ。ないところから取るな、あるところから取れです。当たり前です。応納負担、金持ちはより金持ちになるために、税率は軽減され、そして大企業は今やもう過去最高益、あのバブルよりも儲かってるけれども、どんどん税率は低くなっていく。で、この国の税収減りますよね。
減った分を何で補っているんですかっていうのが消費税です。日本の消費税はまだまだ安いと言うんですけど、はい、これ本当なんですか？じゃあちょっとデータを見せて、これは財務省関連の方の資料なんですけれども、はい、日本の租税収入全体を見た時が左側の表になります。で、所得税、法人税、相続税ってそれぞれ何パーセントぐらいに当たるのかなというと、日本の消費税は今現在大体3割以上と 32% ということになっています。税金の中では一番たくさん取ってるってことですね。でわずか 8% ですけれども、租税収入全体で見るともう3割以上になっているという状況です。でそれに対して右側の方で今ご覧になっていただいているのが、各国の標準税率、つまり日本だったらば 8% の消費税、スウェーデンだとですね、欧州では付加価値税というんですけど、消費税のことを、25% で一番高いんですよね。ただその対租税収入ですね、全部の税収の中で、じゃあスウェーデンの 25% の付加価値税って何パーセントに相当するのか、どれぐらい比重があるのかっていうと 24.9% しかないんですね。ですから税率そのものは高かったとしても、全体の税額とすると 24.9% しかないと。日本は 32% を消費税で賄っている、スウェーデンは確かに 25% だけれども、日本よりもずっと負担は、消費税が占める割合は低いってことですよね。ですから負担している側もそれだけ少ないということになりますので、もう税制の専門家の方でした、どなたでもご存知の方なんですけれども、本当に日本の消費税っていうのはもう3割以上で、租税収入の中ではもう第1位になってますから、非常に負担が大きいなっていうのも、こういうことも国際比較から判断できるかなと思います。じゃあ何、法人税を下げるための消費税だったんじゃない？以上、小畑を楽させるコーナーでした。小畑さん、これ楽でしたか？